そう、まあ、接骨院とかでは揉んだらこう体が良くなっていくっていうイメージが強かったんですけど、実際こう研修受けてみて、揉むだけではその一時的に治りはするんですけど、それ以降また怪我したり体調を崩したりっていうのがあるんで、食事面とかトレーニングもそうなんですけど、競技以外のアジリティとか体幹トレーニングとか、そういうのをもっとこう取り入れていくことによって、パフォーマンスも上がったり、体もこう怪我しない体とか、疲れが溜まりやすい体だったけど、栄養面とか体幹とかそういうのをしていくことによって、もっと体も良くなっていくし、スポーツする中で相手よりこう一皮向けた技術だったり能力っていうのを発揮できると感じたんで、これからこう食事面とかこうボディメイクだったり体幹とトレーニングであったり、そういうのをこう一人でも多くの人にこう伝えて、それを実践してもらいたいと思っています。